はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。いやー、2014年6月3日にイチゴの種を植えて、はや4ヶ月が経過しました。ね、ちょっと前までセミが鳴いてたんですよ。ミン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 鳴いてたの。今気づけばもうコオロギの声ですよ。さあ、ここからね、本題に入りたいと思うんですが、イチゴはどのように成長したのでしょうか。じゃじゃん、どうでしょうか。非常に育っております。順調です。はい、こちらが四季なりイチゴですね。こちらね、当初から順調です。そしてこちらがワイルドストロベリー。うん、こっちはね、若干茎の数が少ないんですけれど、まあ、あの葉っぱはすごく大きいですね。それでね、これご覧ください。四季なりイチゴの方なんですけれど、ついにイチゴの実がなってきました。まだね、ほんの初期の状態なので、形がまだしっかりしてないんですけれど、おそらくここから、実になっていくんじゃないかなという感じがしています。はい、こちらワイルドストロベリーなんですけれど、こちらも、花が散った後ですね、少しずつ実になりかけてきてますね。これから期待したいと思います。それでですね、結構花がいっぱいなってるんですよ。これがね、全部実になっていけばいいんですけれどね。ポツ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 と花があります。まあね、比較的順調ではあるんですけれど、やはりところどころちょっと葉っぱの枯れてる部分があって、気にはなっています。それで改めてイチゴの管理場所と、条件を一応調べてみたんですけれど、まあ基本的には日当たり、風通しのいい場所、それからまあ種類によっても違うと思うんですけれど、15度から25度の気温の間で育ちやすいっていうことなので、まあその環境を維持してですね、しっかり最後まで育てたいと思っております。まあ基本的には水を好んで高温を嫌うっていうことなんですけれど、まあ秋になってきてこれから寒くなっていくので、日が当たりすぎってことはほぼないと思いますので、しっかり風通しと日当たりに置いて育てたいなと思います。はい、ということで、早く実がなるといいなという思いを胸に、これからも頑張って育てたいと思います。それではまたお会いしましょう。 See you next time。セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、こちらのチャンネルでは僕セイキンが様々なゲームを実況プレイしています。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック、スマホその他タブレットからご覧の方は画面の外側の登録ボタンから、ぜひチャンネル登録、そして応援をよろしくお願いします。